ご視聴ありがとうございます。前回からの続き。今回は、いよいよ杉山浩一さんの、ドラゴンクエストサウンドの誕生について、ご案内します。始まりは、1985年頃の、エニックスのオフィス。当時、エニックスは、パソコンゲームの販売を、している小さな会社だった。そしてパソコンゲームのユーザーからの、アンケートハガキを整理しているところから物語が始まる。エニックスの千田さん。アンケートハガキ、たくさん来てるね。どれどれ。あれ、小学生からも来てるよ。なになに。森高次郎の将棋は、終盤は強いけど、序盤の駒組みがいまいちです。なるほど。小学生なのに、なかなか森田将棋を、やり込んでるな。感心感心。千田さん、私にも見せてくださいよ。あれ、杉山浩一？もしかして、あの杉山浩一さん？千田さん、もしかしたら作曲家の杉山浩一さんじゃないですか？あの杉山浩一。誰？有名な作曲家ですよ。まさか、だって名前がひらがなだよ。小学生のいたずらじゃないの。でも、ひょっとすると本物かもしれませんよ。うむ、まさかとは思うが、ダメ元で電話してみるか。杉山浩一さんの自宅。何？電話？エニックスという会社から？はて？なんだろう？もしもし。エニックスの千田さん。はじめまして、エニックスの千田と申します。この度は、森高次郎の将棋のアンケート投稿ありがとうございました。つかの方お聞きしますが、作曲家の杉山浩一先生ですか？そうです。これが、エニックスの千田さんと杉山浩一さんとの、出会いだったんだ。エニックスの事務所、千田さんと杉山浩一さんの、対談。エニックスの千田さんと杉山浩一さんは、エニックスの事務所で対談することになる。千田さん。まさか、杉山先生とは、思いませんでしたよ。杉山先生は、ゲームがお好きなのですか？いや、ゲームは子供の頃から好きなんですよ。ゲーム好きは、子供の頃のベーゴマやメンコから始まりましてね。そこからカードゲームの七並べとか、通天ジャックとか、そういったものに親しんでましたよ。さらにコントラクトブリッジや、将棋。それからボードゲームのモノポリーから始まって、キャリアとかいろんなボードゲームを、やりましたよ。まあ、そうしてるうちに今度は、ゲームセンターやパソコンゲーム、あと、家庭用ゲームまで、全部遊んでますよ。すごいですね。杉山さんは、ゲームが大好きだったんだ。ボードゲームからパソコンゲームや、家庭用ゲーム機まで、ファミコンだけでなく発売されたすべての、家庭用ゲーム機を買い占めて、遊んでいるほどの、ゲーマーだった。アーケードゲームも大好きで、こういう逸話もあるんだ。レコード会社のものなのですが、杉山先生おられますでしょうか？お打ち合わせいただきたい、急ぎの仕事があるんですが。杉山先生の奥様。杉山なら今外出してますよ。そうですか、急ぎの仕事なので、今すぐお会いしたいのですが、どこにおられるのか、教えていただけないでしょうか？うちの人ならこの時間は、六本木のゲームセンターにいますよ。そこに、いらしていただければ、杉山はいると思いますよ。すごい、ゲーマーだね。エニックスの千田さん。杉山先生は、ゲーム好きだな。もしかしたらゲーム音楽を、お願いできるかもしれない。いや、しかし音楽業界の売れっ子作曲家が、引き受けてくれるだろうか。杉山先生って、そんなにすごい作曲家なの？杉山先生は、歌謡曲から CM ソング、そして、アニメソングなど、様々な作曲を手掛けていた、売れっ子作曲家なんだ。歌謡曲では、ザ・ピーナッツの恋の風画や、ザ・タイガースの花の首飾り、ヴィレッジ・シンガーズの甘色の髪の乙女、ガロの学生町の喫茶店などなど。アニメソングでは、伝説の巨人イデオンの、コスモスに君と、復活のイデオン。そして、科学忍者対ガッチャマン2の我らガッチャマンなどなど。そして、エニックスの千田さんは、思い切って杉山先生に、お願いしてみたんだ。杉山先生、できれば、ゲーム音楽の作曲を、お願いできるでしょうか？はい、いいですよ。面白そうですね。杉山先生は、ゲームが大好きだったので千田さんの、依頼に即答したんだ。そして、杉山先生が、初めて手掛けたゲームの作曲が、1986年に、エニックスから発売された、パソコンゲームのウィングマン2。キータクラーの復活なんだ。ドラゴンクエストの開発。エニックスは、社運をかけて、ドラゴンクエストの開発を、行っていた。そして、
開発間近のある日。エニックスのオフィス。ドラゴンクエストの音源の、打ち合わせ。キナさん、ドラゴンクエストの音源が、完成しましたよ。なに、どれどれ。ダメだ、これじゃ、せっかくのドラゴンクエストの世界観が、台無しじゃないか。いやー、そう言われましても、もう、完成まで間近ですし、今から作り直しは無理ですよ。シャウンをかけた、ゲームだぞ。こんなところで諦められるか。このままでは、発売できないぞ。うむ、困った。誰か、ドラゴンクエストの世界観を、表現してくれる人いないかな。うむ。そうだ、杉山先生に電話してみよう。杉山先生に聞いてみます。エニックスの千田さんと杉山先生との、打ち合わせ。先生わざわざ、ご足労をおかけしてしまいまして、申し訳ございません。いえいえ、何ですか急ぎでのご相談と、いうのは。実は、今、ファミリーコンピューターの RPG ゲームを、開発しているところなんですよ。ほう、面白そうですね。ファミコンで、RPG とは挑戦ですな。そうなんですよ。シャウンをかけての挑戦なんです。この RPG は、ドラゴンクエストというゲームなんです。ほう、ドラゴンクエスト。実は、ドラゴンクエストのサウンド作りが、なかなかうまく進んでないんですよ。ほう、それは大変ですね。ドラゴンクエストの世界観を、表現できる人材を探しているんですが、なかなか難しくて。なるほど。そこで、ご相談なのですが、ドラゴンクエストの作曲を、お願いできないでしょうか。わかりました。引き受けましょう。杉山先生、そこで。あと一つ問題があるんですよ。何か？作曲の締め切りが、あと一週間なんです。え？まあなんとかなりますよ。大丈夫なの？杉山先生？杉山先生の仕事場である、音楽業界では、短期間の締め切りは、日常茶飯事だったんだよ。一週間の締め切りは、当たり前、24時間以内の作曲依頼もあったらしいんだ。すごい、さすがプロ。こうして、エニックスの千田さんは、杉山先生にドラゴンクエストの、作曲を依頼することができた。だけど、もう一つ問題があったんだ。まだ、あるの？実は、ドラゴンクエストのプログラム開発は、チェンソフトという会社が行っていたんだけど、当時のゲーム音楽は、プログラマーが、BGM や効果音を作っていたんだ。このプログラマーたちに、プロの作曲家が、ドラゴンクエストを作曲することを、納得してもらう必要があったんだよ。職人の世界だもんね。音楽業界とゲーム業界は、全く違う世界なんだ。当時はまだ、プロの音楽家がゲーム音楽を、手掛けることはなかった時代だからね。ゲーム業界の人は、音楽業界の人に対して、抵抗があったってこと？そうだね。今回は、ここまで。次回は、杉山先生とプログラマーとの、対決。そして、いよいよドラゴンクエストの誕生までを、ご案内します。